こんにちは、吉江さん。やっぱり一人会社をすることのメリット。そしてなんで株式会社があるのか、合同会社があるのか。まあ、こういった仕組みにも、やっぱり私たちは目を向けていかなくちゃいけないですよね。でもこういうことを教わってないからという理由で学んでいかない人って、永遠にお金を搾取されて終わっちゃうんですよね。それが、前申し上げた、一人会社一人法人をすると、自分の使えるお金と経費として使えるお金、 こちらの方がねね自分でででコントロールできるってこことですよ、ね、これは大いなるメリットだと思います。うん、やっぱりこの特に YouTuber とかになってくるとその動画の中に出てくるものってのが経費で扱える可能性が非常に高いんですよね。うん、だからそうなると本当にねあの取引先の方とお食事しましたって言ってもそれは接待交際費になるだろうしあとはねファンの方とこうなんかこう飲み会やりましたって言ったらね やっぱり最後アイスも食べていいですかって言ったら全員でアイス食べてね会計が10万になったみたいなももあれも言ってみれば経費にできるわけですから出た利益を圧縮して、えー、まあ相殺することができるってことになりますよね。まあ、けどやっぱりねあのまとめて言うと税金を最初に取られて残ったお金で暮らすのかそれとも必要なものは全部払った上でその残ったものから課税されるのかってこれ大きく違いますよね。同じ 手取り14万なのにこっちはいろんなね物とか財があふれていてこっちは手取り14万でそのお金すらもうカツカツで必要なもの買ったらなくなるみたいな感じですよねうんだかこの辺はやっぱりこう会社っていう仕組みがなんで存在してるのかってことに興味を持って自分がそれを使うとどれだけ有利になるのかってことを見ていかなくちゃいけないでしょうねはいそしてですね最近はねその税金消費税についても一つはっきりとした見解が出たんですよ それは消費税っていうのはあのことなんですよね。これはね財務省がね勘違いさせるようにずっと答弁を繰り返してきたからもう致し方がないんですけども30年間「益税」って言葉まで生まれて「預かり税」って言葉まで世間にはありますけども消費税法の中にはこの「益税」とか「預かり税」なんて言葉は全く出てこないばかりかその概念はないんですよね。 でそれをないことをいいことに勘違いさせるように言葉を使ってきた預かり税のようなものっていうふうな言い方をしたりとかねいわゆる疫税のようにとかっていうふうに言葉を変えてきたんですよつまり何とか何とかのようなもの何とか何とか的なっていうふうなのはそうではないっていうことなんですよねよく言うあのコンビニでパン買うと手作りヒューとか書いてあるでしょ 手作り風ってことは手作りじゃないっていう否定表現なんですよね。完全なる否定表現なんですよね。この辺も罠にかかっちゃいけないかなっていうところだと思います。そして消費税はなんとですね、あの、商品価格の一部に含まれているというよりも、事業者が売上年間1000万以上いったら、お前の売り上げから10%をよこせって言われるだけなんですよね。ですんで、あの、そもそも商品の価格に 最初から消費税という払うべき予定のものをプラスオンするかそれともうちは売上1,000万いかないだろうからまあ消費税つけずに価格をつけるよっていうのは事業者に一任されてるわけですよねでも困ったことに消費税をつけずに考えずに商品価格を設定してたまたまね売上が伸びて1,500万とか2,000万になっちゃったらなんか払う予定のなかった消費税を払えっていうふうに言われちゃうんですよ。 だから、消費税の免除の期間っていうのがあるわけですよ。これが言ってみれば、益税になるのかなと思います。つまり、売上がずっと800万、700万、800万、800万、800万っていうふうになると、税金が免除になるわけですよね。 で、法人を作って2年間も、いわゆる消費税は最初は納めなくていいですよって形になります。それは、事業をスタートしてすぐには売上1000万超えないだろうというふうな、まあ、見込みを立ててくれてるんですよね。で、超えたとしても、それは徴収しませんよって形で、これはまあ、瞬間的な疫税になるんじゃないかなというふうに思いますね。で、そういった仕組みをよくよく吟味していかないと、結局ね、これからインボイスっていうのが始まるそうですけども、インボイスそのものがおかしな理屈で作られてるってことなんですよね。だって、インボイスっていうのは、その、 事業者者に消消費費から集めたその消費税を払ってくださいよっていうのがインボイスなんですけどもそもそも最初っから消費税を設定せずに商品価格にボーンとねあ,のある価格をつけてるけども消費税が支払われることを考えずに価格をつけてる小規模事業者っていうのはいるわけですからねそうなると今までと同じ活動で同じ売価をつけてる人が 年間売上が300万だろうと500万だろうとそのうちから1割持ってかれるってことになっちゃいますのでこれはちょっとね気の毒なななケースになるかなと思うんですよね、まあ、もちろんね、まあ、こういった概念がなくって売上にプラスアルファの10%で消費税っていうものの全体としてお客様から預かってるよっていうふうな勘違いをしてる人はあの本来払うべき税金をポケットに入れてずるじゃないかってそ想になりますけどもね。 でもどうですかね吉永さん私たちは消費税なんて考えて価格つけてないんじゃないかなと思うんですよ価格をつけたけどもうんなんか消費税内税ですとか外税ですとかあんま考えたことないですねで売価をつけて入金があってでなんとなくその税理士から消費税払ってくれって言われるから消費税払うみたいな感じでそもそも私たちみたいな商売ってのが消費税払う義務が生じるときってまあまあ満足のいる売り上げを立ててる年ですからね あちなみに給料ですけど、私ね、最初ね、9万8000でスタートしたんですよ。そうすると、すべての支払いがあのミニマムなんですよね。で、えー、っと、しばらくしてから、あ給料は、まあ、上げました。特に意味はないんですけども、うん、なんか、年収の欄でね、年収を書く欄で、<laughs> うん、まあまあ、ちょっと配慮したって感じですか。まあ、あまり意味がなかったですね。うん、なんか誰かに対して、 年収で評価してくれなんていう場面はもう私にはおろそずれないと思いますからまあ唯一銀行に融資をお願いする時にねあの代表取締役の年収がなんかね年収200万です300万ですじゃあちょっとかっこ悪いなっていうところありますけどもそもそも銀行に借りを借りることなんて一生ないと思いますからねいってらっしゃい。